私が生まれた時ってどんな感じだったのかな。急にどうしたんだ？さっき片付けをしていたら私が赤ちゃんの頃の写真が出てきたんだよ。その頃の記憶って当たり前だけど全然ないからさ、どんな感じだったのかなって思ったんだ。確かに、覚えていたり遡れたりできると面白いかもしれないな。でしょ？どんな産声だったんだろ？とか考えちゃうんだよね。さすがに私たちが生まれた瞬間のことはわからないが、宇宙が生まれた瞬間の話ならできるぞ。宇宙が？人間よりもよっぽど想像つかなさそうだけど？そういうイメージは強いだろうが、多くの研究者が熱心に研究している分野だぜ。ノーベル賞級の謎だって含まれているんだ。ノーベル賞級？まあ確かに興味はあるけど、宇宙の始まりなんて想像できないかも。最初に前提として、素粒子についての理論である力の統一理論について軽く説明するぞ。おお、なんかかっこいいな。どういう理論？この世の中の力は、4つに分けられるんだ。万有引力として知られる重力、電気や磁石の力である電磁気力。そして原子核の中で働いている弱い力と強い力だ。後半2つはそんな名前でいいの？弱い力、強い力とは、原子核の中で働いている2つの力のうち弱い方、強い方という意味で、現在では固有名詞になっているんだよ。ふむ、この4つの力は宇宙の始まりに関係してくるんだね。そうだな、宇宙の誕生を説明する、インフレーション理論に必要不可欠なんだ。名前だけは聞いたことある、難しくってよくわかんないんだよね。ちゃんと説明するからついてきてくれよな。前提知識の4つの力を紹介したところで、次は宇宙はどのように始まったのかだ。これはこれまで多くの物理学者たちが挑んできた難問だぞ。そういえば宇宙の始まりって聞くと、ビッグバンが一番に多い浮かぶんだよね。確かに火の玉から始まったとするビッグバン理論が有名だが、未だよくわかっていない点も多い。そうなの？よく聞くからいろんなことが説明できる理論だと思っていたよ。一体ビッグバンがどうやって起こったのか、を説明するのがインフレーション理論だぞ。ビッグバンを説明できる理論ってことか、これは早速壮大だね。きっととんでもない大天才が考えついたんだろうな。そうだな、実はこのインフレーション理論を生み出したのは日本人なんだ。日本人がこんなに有名な理論の第一人者なの？ああ、東京大学の佐藤勝彦名誉教授が提唱したんだ。同時期にアメリカの理論物理学者、アラン・グース博士も提唱しているぜ。まずは佐藤勝彦先生が1981年に考え出した元祖インフレーション理論を説明していくぞ。日本人って聞いたら急に馴染みやすく感じてきちゃった。よろしく頼むよ。そもそも宇宙は誕生した時は、水と似たような秩序のない状態だったんだ。そして、空っぽに見えて実は物理的な実体を持つ、真空の空間自体が、エネルギーを持っていたとされているぞ。このエネルギーのことを、真空のエネルギーと言うんだ。どういうこと？誕生したての宇宙は、何もない真空の空間を持っていて、無秩序な空間だったんだ。その無秩序な真空空間が持っているエネルギーが、真空エネルギー？ああ、その通りだ。そしてこの空間では、装填位と呼ばれる現象が起きている。装填位とは高いエネルギーを持った真空が、低いエネルギーに変化することだ。装填位については水が氷に変わる、という例がよく出されているぜ。状態が変化しているって感じかな？まあその認識で OK だ。生まれたての宇宙は秩序のない状態だから、真空のエネルギーは高い状態にあるんだ。ところで、生まれたての宇宙空間自体に、このようなエネルギーがあるのなら、アインシュタイン方程式にも当然、この真空のエネルギーも代入して計算しなければならないはずだ。はず、なのか？はず、なんだ。佐藤勝彦先生はそう考えて、実際に計算してみたそうだぜ。するとこの真空のエネルギーは、互いに押し合う力として働くということがわかったんだ。互いに押し合うか、磁石みたいな感じかな？ああ、物質のエネルギーのように互いに引き合う引力とは違い。互いに押し合いって空間を押し広げようとする積力として働くことが導かれたんだ。生まれたての宇宙はこの真空のエネルギーの力によって、急激な加速膨張をすることが計算できたぞ。それで真空エネルギーの積力によって、生まれたての宇宙は加速膨張をしていたんだね。さて、真空のエネルギーが空間を急激に押し広げると、どんなことが起こると思う？え？普通に空間が広がるんじゃ？空間が広がったことによって密度が下がり、宇宙の温度は急激に下がって真空の装填位が起こるんだ。この時、水が氷になる時に鮮熱、急熱が発生するのと同じように、エネルギーの落差は熱エネルギーとなるぞ。どういうことだ？真空のエネルギーが、熱のエネルギーに変わるということだ。しかも水なら周辺の空間に熱を奪われることで、氷になることができるが、宇宙空間ではその鮮熱が空間内に出てくるから、宇宙全体が火の玉になるほどのエネルギーになるんだ。これでビッグバンが起こるのか？ああ、そ
そして最初に話した前提の4つの力も関係してくるぞ。現在は全く別のものに見える4つの力だが、宇宙が生まれたばかりの頃は1つの力だったんだ。だがとても熱かった宇宙が膨張して冷えていくにつれて、まず重力、次に強い力、そして電磁気力と弱い力に枝分かれしていったと考えられているんだ。力が枝分かれか、ちょっと想像しがたいけど、それぞれの力の性質が確定した、って感じかな？そうだな、宇宙が冷えて粒子に質量が生まれたことで、自由に動けなくなってしまうんだ。これまでの考えや前提知識を持って、佐藤先生は次のような宇宙初期のシナリオを書いた。よし、多分難しいだろうから、静かにしっかり聞こう。宇宙は、真空のエネルギーが高い状態で誕生した、その直後、10⁴4秒後に、最初の装填によって、重力が他の3つの力と枝分かれするんだ。その後、いわゆるインフレーションは、10⁻⁶秒頃に、強い力が残りの2つの力と枝分かれをする、装填の時に起こった。真空のエネルギーによって急激な加速膨張が起こり、10⁻⁶秒から-34秒という、ほんのわずかな時間で、宇宙は急激に大きくなった、というストーリーだぜ。やっぱりついていくのに精一杯だ。ちなみに膨張の規模は、10⁴3倍とされているぞ。10のなんとか乗が多すぎて全然イメージがつかないよ。それって具体的にどれくらいなの？そうだな、実際に10⁴3の膨張が起きれば、1ナノメートルほどの宇宙でも、今の100億光年レベルの宇宙より、ずっと大きくなることができるって感じだな。例え話でも桁違いすぎて逆に笑えちゃうな。さて、急激な加速膨張によって宇宙のエネルギー密度は急激に減少し、宇宙の温度も急激に低下するぞ。だが、それによってすぐにまた真空の装填が起こるんだ。前に説明した線熱が出てきて、宇宙は熱い火の玉となるんだぞ。ついに起こったね、ビッグバン。この火の玉になることを再熱化というんだ。ビッグバン理論では宇宙が火の玉になると言われているが、それは宇宙が最初から火の玉として生まれ、そのエネルギーによって爆発的に膨張したのではなく、真空のエネルギーが宇宙を急激に押し広げるとともに、装填によって熱エネルギーに変わり、その時に火の玉になった、ということなんだぜ。なるほどね、これまで火の玉として生まれて、爆発的に膨張したんだと思っていたよ。よくある勘違いの一つかもしれないな。ちょっと長かったが、これがインフレーション理論が描き出した宇宙の始まりのシナリオだ。ふむ、理解したよ。本当だな。そういえば、インフレーション理論は、ビッグバン理論のよくわかってない部分を、説明できるって話だったよね。ああ、その通りだぜ。ビッグバン理論が抱えている、多様な問題を解決することができる優秀な理論だからな。ビッグバンが抱えているなら、ものすごい難しい問題なんじゃない？そうだな、代表的な問題はモノポール問題、平坦性問題、地平線問題の3つだ。まずは1つ目の、モノポール問題について解説しよう。そのモノポールって何？モノポールは磁気単極個というもので、これは磁石が1つの極のみを持つものだぜ。磁石の N 極または S 極だけが存在する感じだ。え、磁石ってどんなに小さく分割しても、それぞれまた N 極と S 極ができるよね？単極なものって実在するの？実際に観測はされていないが、素粒子物理学や宇宙物理学の、様々な理論で重要な役割を担っているぜ。実は大統一理論によって、モノポールの存在が予言されていてな。大統一理論が正しければ、誕生直後の宇宙ではモノポールが大量に生成されていたと考えられているぞ。今は見つからないけど初期の頃にはたくさんあったってことか。モノポール問題ってのは、理論上、このモノポールが現在の宇宙の中にたくさん存在することになってしまうという問題なんだ。ふむ、宇宙にたくさんあると観測できるはずだもんね。ああ、それにモノポールが宇宙に多く存在してしまうと、力の統一理論から導かれる宇宙と、ビッグバン理論が描く宇宙が矛盾してしまうんだ。これだとビッグバン理論が潰れるか、力の統一理論が潰れるかのどちらかになってしまうぞ。なるほどね、この問題を解決するのがインフレーション理論なんだね。その通りだ、ここからは図を見ながらの方が理解しやすいと思うから、図を見ながら解説するぜ。これは宇宙が生まれて以降の発展を示した図、インフレーションによる指数関数的な宇宙膨張だ。ラッパみたいな形だね、宇宙の成長を描いているの？この図では、各断面の輪の大きさが宇宙の大きさを表しているんだ。一番下の輪が、空のエネルギーによって加速度的に急激な膨張をした時の宇宙の大きさだぞ。さっきまで話していた膨張のタイミングだね、てか指数関数的な膨張ってどういう意味？指数関数的膨張とは、簡単に言えば倍々ゲームで大きくなるということだ。ある時間で倍になったものが、また同じだけの時間で倍に、さらに倍に、と大きくなるということだぜ。こういった倍々ゲームを100回も繰り返せば、素粒子のような小さな宇宙でも、
何億光年もの宇宙に成長することができるんだ。最初は小さくてもバイバイゲームで数億にまで、規模が大きいものはワクワクするね。でもこれがモノポールにどう関係するの？実は宇宙の始まりには、多くのモノポールができていたと考えられているんだ。じゃあこの宇宙にモノポールがあってもおかしくないってこと？ああ、宇宙の始まりでインフレーションが起きて、モノポールを含むわずかな空間が、千億光年の彼方に押しやられたと仮定する。すると千億光年の彼方には、確かにモノポールは存在することになるぞ。でも実際には観測されてないんだよね。そうだな、千億光年も離れた場所と私たちの知る宇宙には、直接の因果関係はないんだぜ。人類の知り得る観測可能な宇宙は、せいぜい100億光年とか200億光年ほどの大きさだからな。インフレーションで遥か彼方に押しやられたか、ら観測できないところまで行っちゃった感じか。だから、遠くの宇宙に押しやられたモノポールが、私たちの知り得る宇宙の中にないのは、当然ということになるんだ。つまり、宇宙にたくさん存在はしているのに観測できない、という状況でも矛盾をなくせるんだ。よし、困ったことはインフレーションに任せて全部宇宙の彼方に押しやってしまおう。インフレーション理論が解決する問題はまだあるぞ。宇宙がなぜ平坦かという問題も、インフレーションモデルが解決するんだ。これはさっきビッグバンの問題の一つとして挙げた平坦性問題だ。平坦性ってことは、平らってことだよね？一体何が平らで問題なの？平らなのはこの宇宙だ。現在のこの宇宙空間はほぼ平坦だとされているんだぜ。だが極率と宇宙の密度の関係を見たとき、適当な初期条件からスタートすると、密度に対する極率の割合が大きくなっていくと予想されるんだ。だがそれとは逆に、現在の宇宙の極率の割合は小さいことが分かっている状況だ。初期宇宙から考えられる極率と今現在の宇宙の極率が違うってことだね。そうなんだ、ということで、過去のどこかのタイミングにおいて、非常に高い精度で、極率が限りなくゼロに近くなることが必要になるぞ。宇宙空間が曲がっていたらダメなんだ、これもインフレーション理論で解決切るのかな？ああ、少しでもこの条件がずれれば、宇宙は物質の重力によって収縮して潰れてしまうか。膨張速度が速すぎて、銀河が形成されない宇宙になるんだぜ。この今の宇宙を実現するためには、初期宇宙の物質の密度等の条件がかなりシビアなんだぜ。銀河がない宇宙、なんだか寂しい宇宙だな。インフレーション理論では、初期宇宙の空間が曲がっていたとしても、急膨張によって空間が引き伸ばされ、今のような平坦になると考えることができるんだ。ふむ、宇宙が曲がっていたら今の宇宙の構造は作れていないけど、インフレーションで引き伸ばされたって工程を挟めば、今の宇宙を作ることができるってことか。これで平坦性問題も説明することができるんだね。これによってまた一つビッグバン理論の問題である、宇宙構造の起源が説明できないという問題を、解決したことになる。インフレーション理論数を、今の宇宙構造の起源まで解決するなんてもう何でもありなのでは？そしてもう一つ解決した問題が地平線問題だ。地平線問題はどういう問題なの？ビッグバンの頃の宇宙は、不自然なほどに均一なんだ。宇宙背景放射が関係してくるんだが、これは天文観測衛星コービー、W マップ、プランクによって、非常に詳しく観測分析されて、宇宙の晴れ上がり頃の宇宙の温度まで詳細に調べられたぞ。宇宙の晴れ上がりっていつ頃のこと？宇宙の誕生から約38万年、宇宙が膨張し十分に冷えて、光が自由に進めるようになるんだが、これを宇宙の晴れ上がりと呼ぶんだぜ。晴れ上がりの頃の宇宙の温度はあらゆる場所でほぼ均一で、温度が高いところと低いところで、10万分の1ほどの差しかないことが分かったんだ。これは部屋の温度で言うと、部屋のどんな場所でも 0.003 度ほどしか差がないことに相当するぞ。0.003 度って、絶対無理だよ。窓際やキッチンなんて冷え冷えなのに。部屋の中をこれほどまでに均一にするのって極めて難しいよな。宇宙の温度も同じで、宇宙の温度を均一にする、何らかの仕組みがあったはずなんだ。しかしここには解決不可能に思える問題が隠れていてな、この観測可能な宇宙の図を見てくれ。あ、これたまに見る宇宙全体の図だ。この図の左端から来た宇宙背景放射は138億年、つまり宇宙の全歴史をかけて、ようやく図の中心にある地球までたどり着いた光だぞ。一方、図の右端からも、同じように138億年かけて宇宙背景放射が地球までたどり着いたものだ。つまり、図の左端から放たれた光は、図の右端にはまだ届いていないし、その逆もまた光だぜ。確かに、それがどう関係するの？光の速度は宇宙の最高速度だから、図の左端と右端は宇宙誕生から今までで光の行き来はおろか、物質の交流もない、ということになる。だが、宇宙背景放射の観測結果によると、図の左端も右端もなぜか温度がほとんど同じなんだ。温度が均一になるためには熱が伝わる必要があるんだが、熱も高速以下の速度でしか伝わらない。
つまり、図の左端と右端の温度が、ほとんど同じになることは本来ありえないはずなんだ。なのに均一、これが地平線問題なんだね。これもインフレーション理論が解決してくれるんだよね。ああ、インフレーションが起きる前、現在観測可能な領域は原子や原子核よりも圧倒的に小さかった。このようなミクロな領域なら、端から端まですぐに影響が伝わって均一になれるよな。そうだね、小さければ小さいほど早く均一になれるイメージかも。このミクロな領域が不均一になる間もなくインフレーションによって広大な領域へと成長した結果、インフレーション終了後の温度が均一になったと考えれば、地平線問題が解決するんだ。なんかものすごくシンプルだね。この図の左端と右端は、インフレーション前にちゃんと交流していたことになるから、インフレーション後に温度が同じだったとしても不思議ではない、ということになるんだぜ。ふむ、そもそも最初から影響し合っていたのなら、均一でもおかしくはないよね。こんな感じでビッグバン理論における困難が、インフレーション理論によって解決してきたんだ。インフレーション理論はいろんな問題を解決できて便利だな。ビッグバンと同じくらい世に浸透するべきワードじゃないか？まあ有名になったビッグバン理論も、相対性理論と量子論を元に発展したものだけど、宇宙誕生のシナリオが理論によって予言され、観測によって証明されるというのは本当にすごいことだ。ただビッグバン理論では、宇宙が火の玉から始まった理由を答えることができなかったし、理論を推し進めていくと、宇宙の究極の始まりは特異点という、物理学の法則が全く破綻した点であったと考えざるを得なくなる。ビッグバン理論だけで説明することができなかったんだもんね。そうだな、いわば宇宙には物理学が及ばない、神の領域があることを認めざるを得ないわけで、これは物理学に携わる者として容易には受け入れがたいことだっただろうな。ビッグバン理論だけでは宇宙創生について十分に説明しきれないって話だったもんね。そこでインフレーション理論の登場、なんかヒーローみたいだな。確かにビッグバン理論からしたらヒーローかもしれないな。それにインフレーション理論によって、宇宙創生のみならず宇宙はこれからどうなるのか、そして宇宙とはどのような姿をしているのかについても、予言できるようになったんだぞ。10の100兆年後という途方もない未来や、宇宙は私たちの宇宙の他にも無数にあるという、マルチバースの考え方など、想像を絶するような宇宙像が新たに提示されてきているんだぜ。宇宙の始まりから他の宇宙の可能性まで手を広げられるようになるなんて、人類はまだまだ成長中だね。今科学の言葉で宇宙の疑問に答えることができる時代になっているのは、宇宙の誕生や進化構造について研究する学問分野である宇宙論が、この100年ほどの間に驚くほどの進歩を遂げたからだな。聞けば聞くほど、インフレーション理論によって宇宙分野の研究の幅が広がったように感じるよ。それほど画期的な発想だったってことだな。このインフレーションってさ、観測とかで証拠って見つかっているの？そうだな、宇宙からこの地球に届く光は、宇宙の晴れ上がりより後のものだけだ。つまり、光を捉える望遠鏡では、38万年より前の宇宙は調べられないんだ。じゃあ証拠は見つけることすらできないってこと？そう思うかもしれないが、諦めるのはまだ早いぜ。これまでビッグバン理論とセットで考えていたが、そこからちょっと離れて、インフレーションの時に生まれた、原子重力波に注目するんだ。原子重力波？その名の通り、インフレーションで宇宙が加速膨張をしていた時に生成された重力波のことだぞ。え、その原子重力波が観測されているの？2024年現在、まだ原子重力波を直接観測したことはないぞ。だが、この原子重力波がある、痕跡を残していることを発見したんだ。痕跡だけでもすごいよね、実際に存在してるってことだもん。で、どういう痕跡だったの？いくつかの変光の集まりが、決まったパターンの模様を作り出すんだ。なるほど、変光に注目するのか。変光ってなんだっけ？例えば、太陽や電灯から出る自然光は、光線に垂直なあらゆる方向に振動する光の集まりだ。これに対して変光は、振動が一方向だけに偏った光のことを言うぞ。あらゆる方向に振動する光のうち、特定の一方向にだけ振動する光のみを通過させる装置を、変光板と言うんだが、変光板を通してある特定の方向の光に注目するんだ。うん、ちゃんと理解したからそんな呆れた目で見ないでよ。ここでは原子重力波の変光パターンを見るんだね。ああ、原子重力波の変光パターンは2種類で、一つは泉から水が湧き出るようなパターン、もう一つは渦を巻いているようなパターンだぜ。最初の湧き出るパターンを E モード、渦のパターンを B モードと呼んでいるぞ。この変光のパターンが痕跡なの？そうなんだが、宇宙の晴れ上がりの頃の光にはかすかに暖かい場所と冷たい場所があって、温度にムラがあることがわかっているんだ。この温度のムラでは、E モードの分布しかできないぜ。温度のムラでも E モードの分布ができるんだ。じゃあ E モードは原子重力波の証拠にはならないね。
E モードについてはその認識の通りなんだが、B モードは原子重力波でしか作れないんだぜ。だから、B モードの変更を観測することは、原子重力波を間接的に観測したことになるんだ。なるほど、じゃあこの B モードの観測されたの。ふふ、この画像が観測結果だ。宇宙の晴れ上がりの頃の、宇宙マイクロ波背景放射の B モード変更パターンだぜ。横軸と縦軸は光が放たれた位置を表していて、黒い線が変更の方向、長さが変更の強さだ。背景の色は変更の渦の回転方向を表していて、赤が時計回りで青が反時計回りの分布を表しているぞ。渦を巻いてる、ように見える。この実験で、原子重力波が作り出した痕跡である、B モード変更を初めて観測したんだ。つまり原子重力波を間接的に観測できたということだ。初期の宇宙が急膨張したインフレーション理論の、実験的な証拠が発見されたということだぜ。直接的でなくても、痕跡をちゃんと観測できたのなら、インフレーションが実際に起こってたって言っても過言じゃないんじゃないかな。そうであることを祈るばかりだぜ。この原子重力波の検出を目指して、日本の観測計画も相次ぎ本格的に動き出しているぞ。日本の観測計画か、一体どんなものなんだ？日本の計画で最も進んでいるのは、南米チリのアタカマ高地にある電波望遠鏡ポーラーベア2だ。宇宙から届く微弱な電波を捉えて、原子重力波の痕跡を探す計画だぜ。これは日米欧などの国際プロジェクトで、2012年からは初代の望遠鏡で観測してきたんだが、より高感度の後継機を日本が製造したんだ。高感度の後継機か、日本はものづくりの国だもんね、さすがだな。大気の影響を受けにくい標高5200メートル付近の砂漠に設置され、2019年から本格観測が始まっているぞ。このポーラーベア2が新しい痕跡を見つけ出すのが楽しみだね。一方、同じ時期から試験観測を始めたのが、電波望遠鏡グランドバードだ。こいつは茨城県つくば市にある高エネルギー研究所と、京都大学などが主導している研究だぜ。日本が望遠鏡の本体を作成していて、大西洋に浮かぶスペイン領カナリア諸島の、標高2400メートル付近に設置されているぜ。日本が主導してオランダや韓国なども加わり、全天の半分近くを24時間体制で観測するんだ。24時間体制、これはもう本気だね。というか二つのプロジェクトが同じ時期に始まったって、お互いライバル的な存在になるんじゃない？どっちが先に見つけるか勝負、みたいな。そうだな、ポーラーベア2は南半球、グランドバードは北半球から見える空をそれぞれ観測するから。この二つはライバルであると同時に補完関係にもあるぜ。ライバルであり仲間か、熱い展開だな。もう一つ、人工衛星による観測に向けた動きもあるんだ。宇宙では全天を観測できる上に地球大気の影響も受けないから、観測精度は地上に比べて、数十倍も良くなるんだ。JAXA などは米欧と共同で2027年に電波望遠鏡ライトバードの打ち上げを目指しているぞ。地上を飛び出して宇宙からも。これは生きているうちにインフレーションの証拠が見つかるかもしれないね。ポーラーベア2計画を進めている、高エネルギー加速器研究機構の長谷川雅也さんは、宇宙が誕生時に震えていたという最初の鼓動を感じたい。と語っているぞ。なんか宇宙の最初の鼓動って比喩、エモいな。原子重力波を直接観測できればノーベル賞級の成果だ。各国こぞって最初の鼓動を探し回っているぜ。インフレーション理論、すごかったな。ビッグバンのいろんな問題も解決しちゃったり、これまで名前くらいしかちゃんと知らなかったけど、もっともっと先に進んでいろんな発見をしてほしいな。宇宙の始まりということは、この世界の全ての始まりってことだからな。私もこの分野はずっとワクワクしながら見られるぜ。というか、結構日本人や日本の研究が登場していて、びっくりしたよ。佐藤勝彦先生のインフレーション理論は、この先で観測により正しいことが証明されれば、ノーベル賞は確実と言われているんだぜ。おお、それはこの先の展開が楽しみだ。B モードが観測されれば、初期宇宙でインフレーションが起こっていたという、決定的証拠をつかんだことになるからな。世界中が探し回っているから、そう遠くはないかもしれないぜ。ぜひ日本の研究チームに動かぬ証拠をつかんでほしいよ。新しい研究結果が出てくるのが楽しみだな。